三重の魅力を豚さんと三重保留記豚散歩。今回はですね、至高のお弁当ボリューム2ということでやってきました。一つ目は中から亭さんやってきましたよ。はい、こちらなんですけれども、副菜もいろいろ頼めてですね、こちらソースもいっぱい売ってます。今回はそのままのノーマルの唐揚げでやっぱり勝負したいということで、今回は買ってないですが、いろんな楽しみ方もできるということで非常に楽しみですね。はい、でこちらなんですけれども、巨大な唐揚げ、食欲をこうガッときますよね。はい、やっぱりね、でかい唐揚げってやっぱりいいですよね。はい、たまらないです。はい、でこのやっぱりお米とこのね、おかずが、一つずついっぱいあって、でやっぱりこの巨大な唐揚げというのがですね、非常にこう食欲をそそると言いますか、はい、この見てください、この照りをいいですよね。早く食べたいなと思いますね。このね、今回は唐揚げ4つで来たんですけども、4つでめっちゃ腹いっぱいになりましたね。はい、けどやっぱりご飯に合うからこそ、もうちょっとご飯が欲しかったなっていうところは否めません。はい、でこの拳みたいにこのめちゃめちゃでかいね、唐揚げがたまらないですね。はい、じゃあこれ持ち上げてみましょうか。ほら見てください、これいいでしょう。うまそうですよね。はい、もう唐揚げというか、まあ、竜田揚げに近い感じの、はい、やつですね。はい、でこのまあね、そう、これちょっと食べた途中なんですけど、このね、肉汁がこう、照りがいいですよね。はい、非常に美味しくいただけたので、これぜひ行ってくださいね。はい、非常に美味しかったです。はい、では2つ目がですね、箱入り鶏さんへやってきました。はい、こちらなんですけれども、これお持ち帰りで頼んだら、これえらいおしゃれな紙袋に出てきて、何これ、めっちゃいいじゃんと思って、はい、よかったですね。はい、でこの家庭的ななんかお弁当みたいな、この2段のこのお弁当箱みたいな感じのやつで出されて、ああ、なるほど、斬新やなと思って、はい、このね、唐揚げもまさしくなんかこうおうち唐揚げみたいな、こう昔ね、学生の時に食べた唐揚げってこんなんやったなみたいな感じの、こう懐かしさっていうか、この思い出がこう思い出に浸るみたいな感じの唐揚げが出てきて、なんか非常になんか楽しく、はい、なんかこう昔を思い出す感じでね、良かったなと思います。はい、でこの思ったよりこうご飯も結構ボリュームがあって、すごい美味しかったですね。でこのね、やっぱり唐揚げがやっぱりすごい特徴的で、やっぱなんて言うんでしょう、こう外で食べる時の唐揚げって、竜田揚げ感、まあ竜田揚げと唐揚げの違いって何ですかってこう明確に言われても、別にそんなにも答えれる自信はないんですけど、なんかあるじゃないですか、竜田揚げ、これ竜田揚げかな、これ唐揚げかなみたいな。で、まあ、まさしくこちらはもうやっぱ家庭的ななんか唐揚げ感っていうか、はい、なのでなんかこう自然と食べれる美味しさっていうか、はい、なので僕すごい好きな感じでしたね。はい、でこうちょっと食べてみると、はい、この感じいいでしょ、もう食欲がそそる感じめっちゃいいでしょ。だからね、僕ね、あー、こういうのもありだなって思って、やっぱりこう普通の唐揚げ弁当とはちょっと違ったテイスト、良かったですね。はい、では3つ目はですね、この日野キッチンさんへやってきました。こちらのですね、これが多分手縫いなのかな、すごいこう温かみがある感じで、すごい入りやすい感じで良かったなと思いましたね。はい、でこう頼んでみると、基本的に何でも注文できるみたいで、この今回はお持ち帰りはこのささみ揚げを、注文してきましたよ。はい、これ非常にささみ好きなんですよね。はい、この柔らかそうなこのささみ揚げ、こう非常に食欲をそそると言いますか。はい、でこの野菜でこう副菜がちょこちょこっとあって、こうやっぱりね、食欲が進むように、完成されたお弁当っていうのはね、はい、非常に良かったですね。はい、見てください。でやっぱりこの、やっぱり何回も僕動画上で言ってるんですけど、ご飯とおかずが別枠、大好きなんですよ。はい、やっぱりこうその分ね、ご飯が多く食べれるといいますか、はい、なのですごく好きです。はい、でこのね、ささみ揚げがまたいいんですよ。はい、でこう右上にですね、またこのからしとかもついてて、からしをつけて食べるのか、ソースをつけて食べるのか、もしくはそのまま食べるのかというね、はい、いろんな楽しみ方ができるんですけど、どうですかね、僕は
そのままっていうのが良かったかもしれないですね。まあけどやっぱりソースつけてもやっぱりアクセントがつくし、からしつけてもやっぱりからしのやっぱりうまさ、辛さのおかげでこのお肉の味が引き立たされるので、全然僕はどっちもありやと思いましたけどね。はい。で、このしっかりやっぱりレモンを僕かけたいんですよ。はい。レモン苦手な方もいるとは思うんですが、はい。なので、ぜひレモンいける方はぜひかけてください。はい。で、このすごく非常に柔らかくて、ジューシーでしたね。はい。ぜひですね、いろんなの頼めるんですけど、ぜひこのささみ揚げ頼んでみてください。はい。ということで、今回のボタさん的1位は、箱入り鳥さんでしたね。はい。今回の箱入り鳥さんはやっぱ他の唐揚げ弁当とはちょっと違ったテイストで、非常に僕思い出に残ったというか、また行きたいなと思いましたので、はい、今回1位に選ばさせていただきました。で、次回はツアーズ編ということなので、次回もぜひお楽しみにください。ではでは皆さん、またね、バイバーイ。生まれたってもこのご時世は